プレイユの丘にいらっしゃいました。仲悪いみたいな感じになってたじゃん。遊んできます。今日楽しみ。行ってきます。行ってきます。見てお花。ソレイユ、ソレイユ、ソレイユ。あれ全然咲いてないな。あれあっちに行ったらちょっとありますね。あ、本当だ。ちょっといる。はい、じゃあ真帆の私服を紹介します。今日のコーデのポイントは夏っていうことなので、袖が短いトップスを着てみて涼しさを追求しました。でもボトムはデニム素材のものにしてカジュアルだよね。このバンダナがポイントです。シューズはコンバースを履いてるんですけど、今年初めて白のコンバースを買って、今まで白のコンバースって汚れないか不安で買わなかったんですけど、でも今年はちょっとおしゃれになりたくて購入してみました。レピピのバッグです。いろいろ入ってます。今日の私服を紹介します。靴はもう動きやすさ重視でナイキですね。中学校の頃学校に入ってって言ったものでございます。この T シャツが一応中も短パン履いてるんですけど、 T シャツは 17kg で可愛いなと思って買いました。基本私モノトーンの T シャツしか持ってなかったから、1着ぐらいは派手なの欲しいなと思って赤色購入しました。でカバンはなんか企画でもらったクリアバッグを使っております。ここのクリアのピンとこれでカバンクリアで合わせてきたんです。ちょ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 。今日の私のコーデを紹介します。今日は動きやすいコーデにしてみました。このラブトキのトップスはすごいマイカラーなので、それを意識してちょっと合わせてみました。夏なので半ズボンだけど、なんか形がちょっとおしゃれで、ここにベルトをつけて、であと靴がスポさんとかでも良かったんですけど、こういうちょっとガーリーなのにして私らしさを意識してみました。あとこのトートもポイントです。これはあれなんです、ラブ的なエコバッグで、それをトートとして今日は使ってます。こんな感じです。はい、今日の私の私服を紹介します。今日は、意外と何だろう、アクティビティというか遊園地に来たりしたので動きやすいようにデニムにしました。このデニムはマウジーのです。靴はサンダルでなんかペタンコなので歩きやすい感じにしました。ずっと黒が好きだったんですけど、最近はベージュとかブラウンが好きなので、ブラウンのキャミに、ベージュの透けシャツを羽織りました。ちょっと夏っぽいけど、なんだろう、ベージュで涼しげなコーデにしました。はい、観覧車来ました。イエーイ。後ろにでっかいのが、あれどうやって乗せんのこれ。2組に分かれて乗りたいと思います。行ってきます。イエーイ、観覧車だよ。乗りました。外からすごい、なんか久しぶりに乗った。でもやっぱ最初系統一緒でしたからね。そうですね。あれしますか。これですか。はい、私もストリートで入ってきて、マホもストリートで、花見もストリートだったんです。そうなんですね。でも今は何ですか。今は何だろう、まあ、マホトーンっていう独自のね。はい、で私も大人なっていう大人っぽいファッションがあって、花見も韓国系の、うん、まあおしゃれです、あの人は。で最初はこう同じだったんだけど、こうだったんですよ。いつの間にか
こうなってうまくやってます。ありがとうございます。でもなんか花見と仲悪いみたいな感じになってたじゃん。なってたね。あの本当は仲悪くないんだよ。仲悪くないんだけど仲悪いみたいなことなんちゃらかんちゃらって書かれてたことがあって、じゃその話をこの間2人でしたら、私もかなみもこう探りを入れてくるタイプ、うん、だからお互いに探り探りでなんか過ごしてたから不仲に見えたらしいけど、今めっちゃ仲いいです。普通に話してるし、ね、そう普通に仲いい。こいつみんな仲いいよね。仲いい、うんうん、でもどんどん仲良くなってたよね。みんな最初不安だったよね。やばいまで始まる時とか ね、でもね、さきちゃんがね遅れてたっていうか、その後から入ってきたからね。エリナたちも2、3年後くらいかな、うんうんうん、だから不安だったよね。だってなんかもうだってさ、紙面で見てきた5人だったから、うんうんうん、もう出来上がってる場に入れんのかなみたいな、うんうん、そっか、うん、よかったよ、みんないい人ねえ、でもすごいなんか楽しいよね、ダンサーとか一緒にやってても、ちょっとずつしか合わないのにさ、うん、程よい距離感はね、うんうんうん、いいのかもしれないね。なんかニコラでも本当にどの企画も、ね、めっちゃね、うん、思い出深いけど、制服企画と、うん、ハワイロケがすごくなんか良かったなって思うかな、うん、なんかそれに私服企画の時に出したメインカットが好きなコーデランキング2位で、すっごい嬉しくて、もうすごい本当に嬉しかった。中2で入ってきて、そういきなりバンジー飛んで終わったって思った。でも一緒に表紙できたのがやっぱ嬉しかったかも、ね、知らなかったもんね。知らなかった、びっくりしたもん。あれなんだ、お互いたまたまこの日入ってるみたいな話をしてて、うんうん、で同じ日入ってて、みたいなってお互い探って表紙だったんだよ ね。それそれ嬉しかったな。できると思ってなかったもんね。うんうん、信じられない。半年ですよ。やば、半年信じられない。つい最近入ってきたような。うん、本当にそう思う、うん、やばいね、あと半年、ね、どうですなのかな。楽しみだよね。前からかな、ね、なんか何黒か白かそのベースとか、うんうんね、確かにポイントで入ってるとかね、高一に、うん、なんか上の学年になるにつれ結構このドラマさ個性が確立してたっていうかさ、ねね、みんなそれこそ入った時何が好きか自分でもよく分かってなかったからさ、うんうんうん、今ねもうなんかレオさんって感じだよね。めっちゃ似合ってる。あ、頂上じゃない？やば、頂上です。マナが写真撮っております。横側ちょっと外眺めてみて。魔法すごい待って、下がってきてない？これもう、あ、頂上過ぎちゃった。過ぎちゃった。今ちょうどそんな感じだったのかね。あ、ジャスト今頂上じゃない。何頑張りたいですか？ラスト半年ニコラ半年、やっぱり一番はその生徒会長としてニコラを語彙力をつけたりとかして、うんうんうん、みんなまとめてるようにしたいですね。そうだね、なんか高一になって、うんうん、私たちは被んないけど後輩のことはたくさん被るようになって、うんうん、なんかより仲良くなれたから、なんか力になれればいいなって思うよね。頑張ろう、これから頑張ろう。叶えたいね。でもさきちゃんは何かないかね。さきちゃんは次までにピン企画やってみたい。なるほどね。どういうね、うん、なんか自分の名前が入って企画やりたいな。なるほど。エリナある？私はペンベースと、うん、あの連載やってる50室となんかペンベースやった時に50室とかやりたいなって思う、うん、そうそう、うん、でもピン企画とかもすごいやってみたい。あと半年か、夢叶えられるように頑張らなくちゃ。頑張ります。頑張ります。気づかない。もうすぐ下に行っちゃう。本当だ。花見大好き。
以上、まほまなの思い出話でした。イエーイ。見てください。まだ見逃して、ね、いけない場面。話とかしないでね。まだ見逃していけない場面がたくさんあるかもしれないので。バイバーイ。海が綺麗でした。ね、よかったです。なんか懐かしい、本当にこうここに来たら手を振るみたいな感覚が。懐かしい。いただきます。事故ってるよ、華麗にね、うんうん、久しぶりしたな、遊園地、ね、楽しいね、楽しかった、ね、ここ来たわ、うん、これから花見にお土産を買いに行きます。待ってて待ってて待ってて、この動画がいいと思ったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録